ジェシュフはポーランドの都市、ポトカルパチェ県の県と、カルパート山脈の北麓高地に位置する都市、クラックフとウクライナのリビウの中間地点にあり、両都市と鉄道で結ばれている。また、空路でワルシャワ、ロンドンなどと結ばれている。地下資源が豊富で、機械産業が発達しており、鉄道車両の製造などが盛ん。1354年。 ポーランド王カジミエシュ三世によって創設された。1772年の第一次ポーランド分割の際にオーストリア領に組み込まれ、第一次世界大戦を経てポーランドが独立するとジェシフはポーランド領に戻った。戦艦期には軍事産業の拠点となり街の工業化が進んだ。第二次世界大戦後に地下資源の発掘が進み、 共産党政権下で引き続き工業が成長した。ジェシュフは伝統的にポーランドの航空産業の中心地で20世紀初頭から現在まで航空産業で栄えている。外国資本もこの地の高い産業技術を求めてプラットホイットニー社のジェットエンジン工場などが進出しており、さらにボルグアーナー社の自動車用ターボチャージャー工場も建設されることが決まっている。 ありがとうございます。